んにちは。私たちは愛と勇気と魔法の乙女アフィリアサーガでーす。はーい、ほよよといえばごきげんレイミー、君のハートにヘブンにレイミーでーす。イエーイ。はい、口癖はいやはやもはやふーのアフィリアサーガで癒し魔法あやみです。イエーイ。はーい、チャームポイントをやればみんなの妹マホです。イエーイ。はーい、イチゴといえばラブちゃん、ベリーといえばラブちゃん、ジャンヌといえばラブちゃん。はい、今日も皆さんに愛お届けします。ラブです、よろしくお願いします。イエーイ。ですね、アフィリアグループという全国チェーン展開しているカフェ&レストランのお店で実際に働いていまして、うん、はい、東京にはここ池袋と新宿、六本木、上野の4店舗がありまして、はい、それぞれ所属店舗があって、うん、そこで実際に働いているんですよ。そうなんですね。実際に会いに行けちゃうアイドル。はい、なりますね。そうなんです、うん、ちなみに私は上野店所属です。あやみが六本木店所属です。まほ、うん、は上野です。ラブも上野です。あれよ、あれよ、上野さん今日上野さん。私たちサーバーメンバーはですね、所属店舗の他にもいろんな店舗に行けることになって、うん、ここ池袋のグランドロッジにも遊びに行くことがありますので、その時はぜひぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。私たちなんと新メンバーが4人加入いたしまして、現在12名で活動しているんですが、はい、新メンバーのラブちゃん。はい、新メンバーのラブです。入ってもう何ヶ月ぐらいだろう。4ヶ月ぐらいですかね。でも CD に参加するのは今回が、そうなんです、初めてで、そう、初めてのシングルとなりました。おめでとう。なんかキャンペーンとかで全国各地でライブをすることが多いんですけれども、はい、初めて行ったところで印象深いところとかある？あの、全部初めてなんですけど、うん、やっぱ台湾、海外が初めてで、キャンプ、現地の方々がめちゃめちゃ温かくて、うん、すごい印象に残ってます。はい、というわけでですね、たくさんのいろんな場所でライブしているので、東京以外の方も、地方の方いっぱい会いに行けるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、来年のアニメいつかの主題歌を歌うことも決まっていて、うん、これからもアニソン、アニメ業界やゲーム業界にいっぱい携わっていきたいと思っているので、はい、なんと言っても来年の夏出たいステージがあるんだよね。あるだよね。せーの、アニソン。来年もアニ様に出られるようにアフィリアさんが一度頑張りたいと思います。来てくださってありがとうございます。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。以上、アフィリアサーグでした。バイバーイ。